いや、ジョーカーあるでしょ、まだ。お、あらら、あら、ワンラップカード来たね。うん、お、これはどうなの。40かな。あんま良くないんだ。良くはない。これとかだったらいいんじゃない。そうだよね、うん、これこれ、そう、これとマッスルバックだったらいいでしょ、うん、手打ちだとね軽くなるからね。だからまあ基本の動きとしてはいいけど、うん、だからキャビティとかポケットキャビティとかも最高。じゃあもうその組み合わせ出ないんだな。そうだね、そうだね、うん、残念だわ。おー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 おおおおお、狙ったねこれ。いやね、狙ったね。今なんか狙ってあげてんじゃねえかっていう、うん、いや狙ってないからね。いやもうまさに真逆が出た。そうだね、うん、左手リードとポケットキャビティはまあこれはちょっとなしだよね。今の話から続くからね。そう、これのメリットがなくなる。あ、うん、これでさらえるんだったらありだけど、うん、これさらわないよね。うん、綺麗にスパンって、うんうん、だからこれなしだな。ほぼゼロ。わかんない、その中でもね、うん、あのやいいっていう方もねいるかもしれないけど、うん、あら、あらあらあら、あらら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 、右肩つくんしゃろ。あ、これはもう全くゼロ、ゼロです。絶対やっちゃダメ。絶対やっちゃダメだね。だって右肩突っ込んだって打てるよって言ってるけど、うん、そういう話じゃない。そういう話じゃない。どっちかというとこれあの肩止めとく、肩止めとく、あ、理論なの。そう、肩止めて、うん、下半身リードして、うん、遅らせて、うん、消屈させてくるから、うん、そう、これとはちょっと俺これ大好物だけどね。そうだよね、うん、まあ、それは手打ちだからだ。そう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 、はいはい、これもなしだな、この組み合わせは。これ来たんじゃないの。これ来たよね。来たジョーカー。来たよね。来たジョーカー。来た。ジョーカー来た。うん。ああ、もうね。片方はあれなんだけど。うん。片方がこれ体重をリードする、うん、わけだから、まあこれはちょっとマッチングはゼロだね。ゼロ。よく意味分かったからと。うん。もう一枚引いていい。もう一枚か、それね、そういうふざけたのも入ってるからたまに。体重リード。お、これはねもういやもう100に近いですよ。まあ90から100。あ、そう。もう当たり障りないし。あ、普通なんだね。普通。あ、で基本動作。あ、はい、だからまあ本当に全然喧嘩しない。あ、そうね、うん、もう 90% 以上は確定です。これすごく相性いいです。だからインパクトゼロをやろうとしてる方は中調子から始めてもいいよね。あ、シャフト自体をね。うん、これすごくいいです。先調子、中調子、元調子ってあるけどさ、はいはいはい、最初からさ、うん、先調子使おうって多分思わないじゃん。うん、まあまあまあ中調子からいくかもね。あと純正シャフトが中調子が多いからね。あ、え、でも純正で先調子とかもあるの。あるあるある。あ、あるんだ。あるあるある。純正で元とかあるからね。そうなの。うん、逆にやばいでしょ。やばい。ね、え、なんでなんでなんで。いや、あのね、その時代の推しだよね。あ、これね、クラブ詳しい方は結構分かってくださる方多いんだけど、うん、今のここ数年の純正シャフトプラス純正カスタムって言われてるシャフト、うん、要は社外を最初から入れてますよっていうのって今三菱ケミカルなのが圧倒的に多いの、はい、ディアマナっていうシャフト、でそんなこと言っといてちょっと前までフジクラだから。あ、そうなの。そう、藤倉はどっちかって言ったら先走り系なのよ。カウンターバランスの先走り系が多いの、動く感じがね、なんとなく。今ベンタスっていうのが出てきて、その三菱寄りのシャフトが多くなってきたんだけど、うん、その前までなんかはスピーダーってよく流行ったんだけど、うん、それの要は純正カスタムなんかはもうみんな藤倉よ、ちょっと前まで。でその前なんてグラファイトデザインよ、みんな。で各そのメーカーによって推しが違うのよ、うんうんうん、シャフトタイプが、うん、
それをじゃあスリクソン好きですって言って、うんうん、2000年からずっとスリクソン買い続けてきました、うん、純正カスタム好きだから純正カスタム使ってますって言って、その時代グラファイト使ってて、そういうこと、次の時代フジクラが純正カスタム入ってるからフジクラ使ってて、で今新しいの最新買ったからディアマナ入ってます、ごっちゃじゃない、やばい、やばいでしょ、そんなこと平気であるから。じゃあ分かってないと、いや本当ダメよ。だからヘッド自体はそこまで変わってないんだけど、いや今回のドライバーは良くなかった、良かったっていう風になってくるの。でも別にドライバーの話じゃないんだ、そうシャフトなんだ、そう合う合わないの話。へえ。そうそうそう、もちろんそのねヘッドの微妙な差もあるけど、うん、大きい差ってシャフトだから、うんうんうん、そうで、それで純正カスタムの方がちょっと値段高いんだけど、うん、それでやっぱりね純正よりはカスタムのシャフトの方がいいっていう風に買ってくださる方って結構多い。でそうするとその時代の推しを入れてくるわけ、メーカーは。だ今三菱なんだけど、そしたらちょっと前までフジクラ使ってて今三菱にして急に捕まんなくなっちゃったっていう方なんて結構多いと思うよ俺。そういうシャフトじゃないからね、捕まる系のシャフトじゃないから、うん、どっちかっていうと何もしないシャフトだからね、いい意味で。余計な動きしないから三菱は、はあ、だからそういう風に変わってくるんだよね時代も。そう、いやこれ深いな、この話は。これあるよ、面白いね。でメーカーによっても押してるシャフトも違うから、面白かったんじゃないかな今の話は。非常にいい感じだった、うん、ああそれならおインサイドアウトと体重移動、あー出たなって感じだな、これはね。え、でもみんなやりたいでしょどっちも。俺はね、うん、俺はね10いかない、ほぼゼロ。体重移動してインサイドアウトに振ったらシャンキュー出るからあと振り遅れヘアウェイ右すら、うん、球上がらない、うん、全然出る、うんうん、だからこれやるんだったら多少まっすぐもしくはアウトサイドインのイメージの方が綺麗なこれになる。あ、そういうこと？うん。これまんまインサイドアウトをまんまやったらもう体重移動した時点で当たんないから。もうグッバイ。右。あ。だから最終結果がインサイドアウトにしたいんだったらま、うん、っすぐかちょいカットのイメージじゃないとこうなんない、インサイドアウトになんない、移動が大きい分ね。じゃあちょっとアウトサイドインにしても、うん、結果的にインサイドアウトになるんだ体重としたら。なる、ちゃんとやればね。すごいね、面白いね。体重移動しきって腰を少し切り終わった時点の同時にインパクト迎えられればの話ね。あ、めっちゃ難しそうだねそれ。でしょ、タイミングが。そうだからこんなやるもんじゃないいいんだけどね、やってもいいんですけど、うん、やるんだったらちゃんとやった方がいい。ね、いろいろ含めてゼロだな。あんまりおすすめはしない。おあ、正当な、うん、あこれね80いいの80。え、そうなの、うん、キャビティ、うん、ドキャビティはどうかと思うけど、うん、まあブレードタイプのキャビティだったらハンドファーストでも全然いい。悪いマッチングじゃない。あ、そうなの、うん、これ最高。そうだよね、ほぼ100。そうだよね、うん、逆を言えばこれじゃなきゃ100は生まれませんよってことね。ということはハンドファーストで売ってる人、これね、うんうん、やめましょうね、うん、今すぐ。いる？いる。あ、そうなの、俺なんかいないイメージだけどな、うん、あ、ほんと。なんとなくさ、ハンドファーストしてるってことは打ち込みたいわけでしょ。うん、いる理由言っていい？うん、これ基本でしょって言ってる人。あ、そう、そっか、そう、今のは俺はもうそれをわざわざやってると思ってるから、うん、いないだろうって思ってたけど、うん、そっか、それが普通だと思ってたら、そう、いるわ。これをやるもんでしょって思ってる人がこれ使ってる人いっぱいいるから、はあ、合いませんよってこと。じゃあまあキャビティぐらいだったら、これだったら、そう、今ブレードタイプのキャビティとかね、多いから、うん、うん、ポケットじゃなければまあ全然 OK。 あとまあ入れてるシャフトにもよるけど、あんまりポケットキャビティではおすすめしない、うん、じゃあポケットキャビティで先調子でそれだったら
やばい。やばいよね。やばい。やばいよね。あのね、カポって当たるから、フェイスの上っ面に。こうなるから。で飛ばない低い球ね、ドロップ系の。うん、絶対あのある、その球出る。え、じゃあやばいねそれ。やばいよ。このマッチングは今ちょっと。うん、そうです。ポケットキャビティが入ってきたら今のハンドファーストはやばい。うん、あれ？あれ？あれ？リード移動。右脇締める。あ、ね。片方がちょっと。これジョーカーだね。ちょっともう一枚引こうかな。リード移動。あ、これはやった。これやった。ゼロ。右締めて。やばいじゃん。やばい。もう右締めただけでさ。うん、本当に3回打ったら また自分のとこ T グラウンド戻ってくる。うん、そんぐらい。ずっと右回り。やばい、これはやばい。こし、あんとね、プラスこれとこれとかも最悪ね。そう、最悪。サイドはそっか、こうなるからね。うん、もちろんその知ってる方は、うん、いやこうしたらこうなるでしょって、もちろんそうなんだけど、うんうん、でも、うん、両方あの完璧にやっちゃったらもうやばい。それでいい時あんの？ない。ないでしょ。ない。だから探す方がダメだ。そうだね。これダメだな。このマッチングは。お、打ち込みね。打ち込みね。お。お。すごい。これ超いい。すごいじゃん。100。ね。100。95以上は絶対。え、すごい。これですよ。え、俺そんなのでこれ組み合わさると思わなかった、ね、作ってる時。あ、本当？いい、いいの取った、これ完璧。いや俺はだってもうポケットキャビティとそのターフを取るのでダメじゃんって言うために作ってた。そう、作ってたのにこんなになんかまさかいいの出ると思わなかった。思わなかったね。すごい、これはいいですよ。前回そのね、ヘアウェイウッドの打ち方として動画やらせてもらったけど、まあその中でもねこれ言ってるし、うん、これはね基本的な動作として考えてもらった方がいい。だからでもこれ初めて見た人なんでって思ってるけどね、それ 見てない人はね。なるほどね、うん、あのヘアウェイウッド上手な人のもう多分代表的な選手、片山慎吾さん。片山慎吾さんなんかもうまさにこれだから。え、ヘアウェイウッドでタフ取るの？全然取る。え、全然取る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 。俺はヘアウェイウッド上手い人のイメージはこれだから。実際自分もそうだしね、上手い下手関係なく上手く打てた時ってこうなってるから。あ、そうなんだ、うん、払い打ちがあったとしたら、うん、これと払い打ちが今出ましたって言ったら、うん、20、10。でも世の中だとそれ100だと思われてるから。そうだね、そうだね、払い打ちとフェアウェイ打とは。そうだね、うん、結果払い打ちにするにはこれ やらないとダメですよっていうことを動画で言ってます、うん、そうだね、はい、うん、そうなの、そうなの。そうだからね、ヘアウェイウッドを払って打ったら、うん、もうやばい。そうなの。いやこれ俺びっくりだな、この組み合わせすげえわ。ちょっとやらせっぽくなっちゃったね。いや、やらせっぽくなったのかな。いや俺はもう本当にあのやらせじゃないからびっくりした。ね、うん、いい、この2枚はもうこのカードをやった甲斐があるわ、うん、そうだね、うん。左足移動、これ左足移動しちゃうんだな、うん、これジョーカーだね。ジョーカーだね、うん、これ波数出るっていうね。おこういうことなんだ、うん、こういうこと、ね、これこれは波数じゃないからこういうことだ。そうだね、そうだね、これしょうがないよね、うん、これしょうがない。これはもう皆さん一斉に声揃えて多分ゼロって言うね。ゼロっていうかもうもうないからね。同じやつ引いたってしょうがないよっていう、うんうん、これ3枚引こうか。そうだね、ウェッジ、ウェッジどっちが合うかってことじゃない？要は女の方でネルトンでしょこれ多分。こう来てどっち取るかでしょ。そう、俺はね、あるんだ。あるあるある。アプローチから言っていい？アプローチは平井はこうなのよ。はいはいはい。そう、バンカーもこうなのよ。ただ距離を出すバンカーは俺100ってこっちなの。え、そうやるときあるんだ。そう、距離を出したいバンカーは絶対これやるの。これやると、うん、要はナイスバンカーになっちゃう。下をくぐるから。普通のグリーン横のガードバンカーはもうこれをやるのよ、うん、
なおかつもう一枚付け足すとすればアーリーリリースね、うんうん、アーリーコックでアーリーリリースして打つんだけど、距離のあるバンカーでこれやったら距離が出せないから、そう距離を出さなきゃいけない、要はロフトをそのまんま入射させなきゃいけないからこうするの俺は、はいはいはい、そうで58度でサンドウェッジで、まあ、50ヤードとか、うん、40ヤードとかすごい嫌だなっていう距離をこれで普通に打っちゃう。そうするとその下をくぐらないからちゃんと前に押せる。ただのバンカーだって難しいのに、ああそう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 、すんのってめっちゃ難しそうだね。難しい難しいね、距離出すこと自体がもうバンカーね難しいから、これでもいい3枚かもしれない最後。あそう、うん、こっちの方がいいか、うんうん、そうだからアプローチノーマルバンカーはこうで、うん、距離の出すバンカーはこっち、うんうん、逆目のラフも俺こっちかもしれない。逆目のヘアウェイとかちょっとポッコン出したい時もこっちかな。これはね組み合わせもう本当にこういう感じだよね、どっちにも。あそうなんだ、うん、だから3つのマッチングは俺はね80ぐらいだと思う、80、90ぐらい、すごいいい